2021コンカカーフゴールドカップは2021年に行われた第16回目のコンカカーフゴールドカップである。2022フィーファワールドカップに向けてカタールが強化の一環で特別参加。今大会から VAR が適用される。出場国予選敗退国、コンカカーフネーションズリーグ19から20でリーグ A で各グループ1位と2位のチーム、またリーグ B で。 各グループ1位のチーム、計12チームが、ストレートで、ゴールドカップ2021の出場権を手にした。また、ネーションズリーグの結果によって12チームが出場した、予選トーナメントを勝ち抜いた3チームが本大会への、最後の出場枠を獲得した。2019年9月に発表された、本来のフォーマットでは、予選トーナメントで4チームが勝ち上がる予定であったが、2020年9月、 コンカカーフは AFC アジアカップ2019のチャンピオンであり、FIFA ワールドカップ2022の開催国であるカタールを今大会と次回大会に招待することを発表した。これにより予選トーナメントでの勝ち上がりチームは3チームに変更された。2021年7月9日、コンカカーフはキュラソーがチーム内で COVID-19 陽性者が 相次いだことを理由に大会を辞退することを発表した。グループ A、キュラソーの枠には予選敗退チームの中で戦績が最も良かったグアテマラが代わりに出場することも同時に発表された。2021年4月13日、コンカカーフは決勝8月1日にパラダイスのアレジアントスタジアムで行うことを発表した。同年4月22日、 コンカカーフは今大会をアメリカの8都市で開催することを発表した。組み合わせ抽選会は2020年9月28日にマイアミで行われた。2020年8月時点のコンカカーフランキングを元にポット振り分けが決められた。一下の方式で順位を決定する。全試合での勝ち点全試合での特殊検査。 全試合での得点当該チーム同士の対戦における、勝ち点当該チーム同士の対戦における、得失点差当該チーム同士の対戦における、得点反則ポイントの少ない、チーム順中戦グループ A メキシコ V トリニダードトバゴ、エルサルバドル V グアテマラトリニダードトバゴ V、エルサルバドルグアテマラ V メキシコメキシコ V、エルサルバドルグアテマラ V トリニダードトバゴグループ B、カナダ V マルティニークアメリカ、 合衆国 V ハイチハイチ V カナダマルティニーク V アメリカ合衆国マルティニーク V ハイチアメリカ合衆国 V カナダグループ C ジャマイカ V スリナムコスタリカ V グアドループグアドループ V ジャマイカスリナム V コスタリカコスタリカ V ジャマイカスリナム V グアドループグループ D カタール V パナマホンジュラス V グレナダグレナダ V カタールパナマ V ホンジュラスホンジュラス V カタールパナマ ブイグレナダカタール V エルサルバドルメキシコ V ホンジュラスコスタリカ V カナダアメリカ合衆国 V ジャマイカカタールブイアメリカ合衆国メキシコ V カナダアメリカ合衆国 V メキシコありがとうございます